部落の起源とは以前アップした動画「ブラクにまつわる噂で「ブラクの起源についてコメントがあったので今回はそのテーマでアップしました先に答えを言うと「ブラクの起源はブラクごとに違い住んでる人々の来歴も様々という回答になり「日本全てのブラクとブラク民の起源はこれであると」とは言えない。 古代や中世から続いている部落もあれば江戸時代以降にできたものもある職業も比較業者をしていた部落落武者が定住した部落宗教者の部落など様々だまた古い部落といってもそこが古くから差別されていたかどうかは別問題で部落の成立と差別の始まりも分けなければいけない 七つの起源説現在唱えられる主な7つの起源説を紹介する。トライ人説朝鮮半島や中国から渡ってきた人々の子孫がブラ民クミンとなったという説明治にはユダヤ人起源説などをいうものもあった古代日本へ渡来してきた人々は王族貴族から先民まで多様で その中には日本の貴族と婚姻関係を結んだし官僚や学者になった人々もいたその中で海外から奴隷も献上されていたものもあるトライ人の子孫という伝承の部落もあるが全ての部落に適用できるわけではないまた古代の先民は中世でも先民として扱われた人々もいただろうが多くは古代と無関係であると思われる 古代先民説古代には五色の線といった選民制度があったが、戦術の通り古代の選民が中世の選民と同じとは言えない。また古代の制度で手工芸をしていた信な雑ざと呼ばれる集団が江戸時代以降のブラック民の起源であったという説がある。古代には信なや雑っは艦長のもとで、 手工芸などの仕事事に従事していた身分は先民ではないが雑魚石という戸籍に分けられて記載され公民の中でも低く位置づけられていた彼らは渡来人が多くその点では渡来人説の一種といえるしかしこのしなべ雑魚という制度は奈良時代には崩壊し部落の直接の起源とするには難しい他にもいくつかの部落は 奈良時代やさらに古い時代からの起源の伝承を持っていて極めて古い歴史を持っている可能性もあるがほとんどの部落は古代まで起源を遡ることはできないのである戦争捕虜説かつて大和朝廷と戦った恵美氏や神宮皇后豊臣秀吉の朝鮮出兵などの捕虜が部落民の起源となったという説。 蝦氏の捕虜は全国各地に強制移住や貴族の隷属になった移住後反乱を起こす者もいれば兵士になったり官員を授かったり罪を犯し流刑になる者や農民になったりと様々だった彼らの移住先が部落になったのかも定かではないが別所と呼ばれて部落となったという説もあるが多くは僧侶などが住んでいたところであって 別所と部落が同じだととは言い難い。難呼ばれていた僧侶も別所に住んでおり戦死された場合もあるが浄土真宗以外の僧侶は結婚できなかったため部落の起源となるのは難しい。神宮皇后の朝鮮出兵の場合はどのような扱いを受けたかは分からない。秀吉の場合は捕虜が技術者として徴用された記録もあるため部落起源になったとは言えない。 宗教職業起源説宗教的に忌避される職業についていた人々が部落の起源となったという説仏教には殺生を禁止する決まりがあり神道では血や死を汚れとして嫌っていたが仏教が広まる以前は日本も狩りなどをして肉食をしていたしかし仏教の影響により屠殺非核産業が戦死され 専門的に従事していた人々が選民党をされたのだろう。戦死されていた人々がそのような職に就かざるを得なかったのかそれともそのような職を持っていた人々が戦死されたのかは分からない。いずれにせよ、土殺・非核産業に従事していた人々への差別の起源はこのようなものと思われるがそれだけでは他の職業の人々もまた戦死されていたことの説明にはならず。 十分なな説明とは言えない中世紀元説中世に戦死されていた人々がブラ民となったという説吐札比較産業に関わる人々以外にもさまざまな職業が差別されていた戦乱などで逃げてきた難民のスラムなども差別の対象で力仕事行商細工などで生計を立てていた ここれらのの職業の多くくは江戸時代ににも差別を受けていくことになる。しかし全ての部落が中世に成立したわけではなく江戸時代にさまざまな理由から成立した部落も多く全てが中世紀元説ではない。近世説中世の先民と関係がある近世紀元説と関係がないという政治紀元説を紹介。 近世紀元説は近世になって身分や職業住所を固定化され居住地としての部落住居者としての部落民が形成されていったという説部落の多くは江戸時代に成立した地域もあり廃山平が集落を形成し部落となったケース大名が比較産業を行いたいと得たを他の地域から呼び寄せた例もある。 江戸時代に入ると身分を変更することが以前と比べ難しくなっていったこの時期に中世に先民であった人がより明白な形で現在のブラク民とつながることにもなりまた江戸時代に先民となり現在のブラクの起源がこの時代にあると言える場合も多くある政治起源説豊臣政権や徳川幕府が 民衆を分断支配し統治をしやすくすくる目的で作った説金星紀元説」が元になっているが戦後の童話事業の根拠とされ教育現場でも主流となった説だが内容に問題が多い説だ1965年に戦後の童話事業の拡大のきっかけとなった「同体新等新」の前提になっていると言われる。う p 主も学生時代 徳川幕府が作った身分制度と教わった説だ学校教育でも部落の起源として主に教えられたのは政治起源説だこの説は現在でも様々な批判にさらされながらも根強く唱えられている部落問題学習の教材として実際配布されていたものをかいつまんで言うと16世紀末豊臣秀吉が民衆の力を恐れ 検知を行うとともに刀狩りを行い厳しい身分制度を設けた江戸時代にはさらに死の交渉の身分制度が整えられさらに低い身分として得た否認が作られたのが部落の始まりであるこの時に組み入れられたのが中世の変わものや得た企画や運送に携わる者や一部の農民だった今日の部落の先祖は 手工業業や農業芸能などの庶民であった以上がブラック政治起源説でこれは二つのポイントがある一つは権力者が分裂政策として身分を作ったこともう一つは近世武家政権になってブラックを作りさまざまな人を再編しブラク民にしたことしかし同体新党心では 部落の起起源源に関ししてては政治起源説を採用している同和地区は中世末期ないしは近世初期において封建社会の政治的経済的社会的諸条件に規制され一定地域に定着して居住することにより形成された集落である当時の政権が分裂政策として身分制度を作ったというのは言い切れないところがあり 江戸時代に改めて被差別階級の部落が作られたというのは大ざっぱな言い方だ先に述べたように個々の事情があって成立し起源は様々だこの身分制度が分割支配の道具だという考え方は部落解放とマルクス主義の階級闘争理論が結びついてできたものだった部落は近世にできたもので中世とは関係ないというのは 現在のブラック解放のために近世紀元説を強調して主張したことはその後の同和行政学校教育に強い影響力を与えたブラック差別が政治によって作り出されたことはブラック問題の解決は国の責務であると述べた同体浸透心に説得力を持たせるものだった。 それは当時の解放運動の戦略に沿ったものでもあったのだろうが現在では政治起源説は部落の起源の一側面に過ぎないというのが主流になりつつあるようだ以上が現在唱えられる主な説だ様々な事情があり一口に語ることはできないが大雑把に次のようにまとめることができる古代から日本には差別されていた人々がいた 彼らの一部の職業は宗教的に嫌われるものであり、またそうでない職業であっても戦死されていた。また宗教者でも地位の低い人々は差別されており、時代の変化で差別されなかった人々も差別されるようになった。これらの人々が江戸時代のブラック民の元になり、住んでいた場所がブラックとなった。江戸時代以降にも移住などで新たにブラックができ、 また、社会の安定と統治によって身分の流動性が少なくなり、先民から逃れることが難しくなったのではないだろうか。さて、今回の動画で皆さんはどう感じただろうか。ぜひコメント欄に感想をお書きください。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。